高校の前ですね。まあ日だまりなんかはまあ高いですよね。まあ地表ですとそうですね、3から5、まあ同じですね、どこも3から5で、立って歩いてて1から3、まあここら辺は一緒でしょう。他にもいろんな場所近く行けそうしますけど、今こちらの高校ですね、の北側の道路を今東側に向けて歩いてますけど、まあそうですね、1から3ですね。まあ繰り返しになりますけど、放射線っていうのは一定の量を必ずその、なんて言いますかね、あるタイミングで出してるわけじゃなくて、放射性物質っていう不安定な物質がまあ山ほど、まあ私がいる付近にもそうですけど転がっていて、それが宝くじのように確率で弾けて、不安定な物質が弾けて放射線を出すと。で、その放射線を出したときに、このガイガーカウンターっていうのが検知するわけですよね、その放射線を。ですから、こういう物質、放射線を検知してるということは、その不安定な物質がたくさんあるということですね、周りに。まあ、特に高い値が出てるときは。半減器ですね。セシウムとかストロンジウムの半減器ですね。セシウム137とストロンジウム90の半減器は30年、約30年ですから、半分の量になるのがまあ、30年。まあ、非常に長いですよね。